今回はスプラ3の事前情報がかなり集まってきたので、紹介&考察の方していきたいと思います。ガチマッチの消失。まず一つ目の考察はこちら、ガチマッチ内説ですね。どういうことか。スプラ1から2にかけて存在したガチマッチがなぜ消えてしまうのかですね。なぜ消えてしまうと考察することができるのか。あくまで予想なんで確定的なことは言えないんですけど、スプラ3のね、事前情報は、武器とか、ステージ、世界観など、もうすでにかなりの量出てきてるんですけど、なぜかガチマッチの情報が一切出てないんですよね。それどころか、チラッとプレイ映像が流れる、そんなこともないわけです。プレイ映像が流れるときは必ず縄張りバトルになっています。これが偶然なのかあえてなのかは分かりませんが、もしあえてガチマッチの映像を流していないのであれば、スプラ3ではもしかしたらガチマッチがないのかもしれません。まあでもただそれやとさすがに新作なのにやり込み要素が少なすぎて不満の声が溢れると思うので、ガチマッチまあないと言っても発売されてすぐ最初の1ヶ月ぐらいかなと思います。後々アップデートで追加されるでしょう。縄張りバトルはスプラトゥーンの唯一の公式大会に採用されているルールで、縄張りを広げるという一番スプラトゥーンっぽいルールにも関わらず、あまり日常的に遊ばれる注目されるルールではなかったので、運営からの元縄張りで遊んでほしいというメッセージかもしれません。ガチ縄張りの追加。二つ目の考察はこちら、ガチ縄張りの追加ですね。先ほどガチマッチの消失について皆さんにお話ししました。ですがよくよく考えてください。これまでスプラトゥーンでガチマッチをプレイしてみたプレイヤーが、もしガチマッチがなくなったとして、アップデートで追加されるまで縄張りだけで満足できると思いますか？いくら新しい武器やサブスペステージなど新要素があったとしても、これまで遊んでいたおもちゃを取り上げられて許せるほどスプラプレイヤーの心は広くありません。実年齢が10代だろうが20代だろうが30代だろうが関係ありません。プレイ中の皆さんはゲームが大好きな小学生なんですから、俺のおもちゃを返せとダダをこねながら本社に突撃されます。ただ任天堂もそんなことは勘弁、迷惑なのでやめてほしいはずです。けど縄張りでもっと遊んでほしい、そんな思いもあるわけですね。そこでガチ縄張りの追加です。これまでのゆるゆるふわふわな縄張りバトルではなく、腕前のような可視化できるランクをつけ、それを高めるためのガッチガチの縄張りバトル。ワンツーとガチ縄張りが欲しいという声はそこそこありましたから、実装されても全然おかしくないと思います。まあ一つ懸念があるとすれば、ガチ縄張りはフェスという定期的に来るイベントがガチ縄張りになってるんで、それと被ってしまうんですけど、まあフェスは24時間から48時間のように短期間でのレートを競うものなので、腕前 X の X ランキングのような1ヶ月ぐらいの長期的なレートにすれば、そこは差別化できるかなと思います。マップ。お次は新マップや旧マップについての考察、それから情報について話していきます。僕の予想ですが、あと一つぐらいは発売前に新マップが公開されるんじゃないかなと思っています。まずは現在公開されている新マップをおさらいしていきましょう。一つ目はゴンゼイ地区。これはかなり前の任天堂ダイレクトで初めて公開されましたね。公式の説明によると、バンカラ街の中心部にある古くからの居住区で、バンカラの若者たちの溜まり場になっているそうです。まあおそらくスプラ2でいうところのバッテラストリート的なポジションでしょう。お次は湯の花大渓谷。こちら任天堂スイッチの新モデルの CM の際に初登場していました。かなり上下が激しそうなステージになっています。公式の説明がこちら。煙突のように隆起した奇岩は、かつて海底にあった熱水噴出口が地殻変動で地上に現れたものらしい。バンガル地方を代表する観光スポットになっているそうです。お次はマテガイ放水路。こちらは公式ツイッターの方にて告知されて初登場になっています。公式の説明がこちら。バンガル街の地下深くにある、かつて稼働していた巨大な放水路を改装したバトルステージだ。老朽化してるし、改造してここで遊ぼうぜ的なノリで作られたそうですね。そして最後はナメロウ金属。現在公開されている新ステージの中では最新のステージですね。こちらも公式のツイートにて初公開されました。公式の説明がこちら。荒野に放置されていた巨大船から金属スクラップを収集する形が集まり、やがて解体業を中心とする工業地帯として発展した。現在巨大船がある一帯は荒野となっているが、かつては海であったらしい。ここまでが新ステージになっています。まあ、これにもう一つぐらいね、新マップ加えて、過去作から金目鯛美術館とか、まあ、スパル2のステージもね、一つか二つぐらい入れて、まあ、少なくとも8、多くて15マップぐらいからが初期マップになるんじゃないかなと予想しています。まあ、スパル2は確かそれぐらいだった気がします。公式によると、交通網が発達していろんなマップでバトルできるようになったそうなので、1のステージももうちょっと追加される可能性もありますし、2のステージはね、多分言わずもがな追加されるんじゃないかなと思っています。個人的にはスプラ1のひらめが丘団地がすごい好きなので、追加されると嬉しいですね。まあスプラ2で出た1のステージは出ずに、スプラ2で出なかった1のステージが出る可能性が高いと僕は思ってるんで、ひらめとかネギトロとかそういうステージが、ね、出てくれるんじゃないかなと思っています。まあ金メダル出てますしね。反射点おしまい。続いては武器環境の考察をしていこうと思います。まあスプラ3ではスプラ2、1と違って、初めから全武器使うことができます。まあもちろんランク上げで武器を解放していくっていう感じに変わりはないと思うんですけど、まあでも使いたい武器がアップデートで追加されないと使えないみたいな、スプラ2初期みたいなことにはならないんですよ。ということはどうなるか。ここから考えられる武器環境としては、短射程武器のおしまいです。まあどういうことか。現状のガチマッチ、環境、短射程武器かなり厳しいです。まあ優秀なサブスペをもらえた武器とか、一部の短射程武器は活躍する場面もあるにはあるんですけど、そうじゃない武器は相当きついですよね。で、短射程武器はいつ活躍できるのかってことなんですけど、初期環境はめちゃくちゃ強いんですよ。なんでて強い武器とか射程が長い武器がそんなにいないから、その初期環境こそが短射程武器が暴れられる唯一の環境といっても過言ではないんですけど、スパラ3では初めから全武器使えてしまうと。
終わりです。僕の大好きなノバブラスターも、まあ、最強とは言わずともそこそこ戦えていました。まあ弱い方でしたけど、ただ今の環境ではどうでしょう。地獄です。しかもスプラ3ではマルチミサイルがおそらく続投です。終わりです。わかんないですよ。どの武器にどんなサブスペがつくのかもわからないし、マップの構造も明確にはわかっていません。まあ、なので、まあ、あくまで考察なんで 100% 達してる武器は弱いとは言えませんが、まあ、かなりの確率で結構きつい思いするんじゃないかなと思います。では一体どの武器が強いのかって話ですよね。まずはシューター、確実に強いです。何でもできるからですね。まあ物にはよるんですけど、まあ、シューター系統が扱えれば困ることは絶対にないです。お次にバケツ、こちらも予想ですが、バケットスラッシャーは必ず一定の地位を手に入れることになるかなと思います。まずそもそも普通に射程と攻撃力がバグってます。あんなに長い射程で二角で局射も狙える。まあ、普通に考えてめちゃくちゃ強いキル性能を持ってますよね。まあ、その性能からワンツーとほぼずっとある一定の地位を保っていたので、まあ、この武器もかなり強い部類になるんじゃないかなと思います。スプラ3先行体験。皆さん、スプラトゥーン3の先行体験ができると、そう言われたらどうでしょうか。まあ、おそらくスプラトゥーン2プレイヤー 99% がやりたいと、そう思うのではないでしょうか。実はスプラトゥーン3を先行体験する方法があります。ただし条件があるんですね。何かというと、今からスプラトゥーン2を始める方や、今現在、初心者の方に限られます。これどういうことかっていうと、スプラトゥーン3の初期環境どうなるか皆さんわかりますか。弱い者いじめが始まります。どういうことかっていうと、スプラトゥーン3から始めるランク1のプレイヤー、スプラトゥーン2で腕前 X でスプラトゥーン3を始めるランク1のプレイヤー、どちらも同じランク1で同じマッチに入ります。もう言いたいことはわかりますね。そうです、 X 隊による初心者狩りが始まるわけですね。はっきり言ってこれはしょうがないです。続編を出すならどんなゲームでもあり得ることやし、1から2に移行する時もこの問題はありました。だからこれには正直文句言ってもしょうがないんですけど、初心者狩りをされる、この一点に注目してください。スプラトゥーン2の今の C 対 B 対の環境はどうでしょうか。そうです、サブワークが蔓延しています。つまりどういうことかっていうと、今スプラトゥーン2を始めればそのスプラ3の初期環境を疑似的に体験できる、そういうことになっているんですね。サブアカのプレイヤーにボコボコにされてスプラトゥーン3を体験できると。まあ先ほども言った通り、初心者プレイヤーもしくは今から始めるようなそういうプレイヤーという条件付きではありますが、スプラトゥーン3を先行体験することができてしまうわけですね。なんて羨ましいんでしょうか。まあという冗談は置いといて、もしかしたら任天堂そこの問題を解消しているかもしれませんね。まあ具体的な方法はわからないんですけど、まあでも正直これはね、解消しなくてもいいんじゃないかなと思ってます。こんなもんしょうがないし、買う人も多分それを分かった上で買ってると思うんで、まあ2でも上手い人は上手い人同士縄張り屋とマッチするようになってるんで、ちゃんと、まあ、そこまで問題視することではないかなと思います。新ギアパワーの登場。お次はギアについての考察ですね。プラス3で新たにギアのブランドが追加されます。従来のギアブランドに加えて七輪、それからバラ寿司、現状分かってるだけでも2つありますね。まあ、スパル2では新しいギアブランドには基本的には新しいギアパワーとか改変されたギアパワーがついていたので、まあ、おそらくスプラ3でも新ギアパワー追加されるんじゃないかなと思います。そこで僕リオラチャンネルなんですけど、新しいギアブランドのギアパワーちょっと考えてみました。まあ、あくまで予想ではあるんですけど、メリットデメリット両方があるギアパワーが追加されるんじゃないかなと勝手に予想しています。まあ、これどういうことかっていうと、まあ、イカ忍者みたいに姿が見えにくくなるけどイカ速が遅くなるみたいな、そういうギアですね。まあ、こういう感じのギアって今のところ多分イカ忍者しかないんですよね。まあ、あとは復活ペナルティアップもそうかなんですけど、まあ、そういうちょっとしたテクニカルなねギアが増えても面白いんじゃないかなと思います。例えばつける量に合わせて体力が増えるけどその分イカ速も遅くなるとか、イカ速が急激に速くなるけどインク回復がめっちゃ遅くなるとか、そういう感じの役割特化みたいなねギアが追加されても面白いんじゃないかなと思います。まあ、使い方の例としては、例えばイカ速めっちゃ速くなるけどインク回復が超遅くなるギアに関してはボールドマーカーの矛持ち性能を格上げすることができますよね。これでインク効率が良くなるけど体力が低下するとかだったら、まあ、後衛のリッターとか後ろで支援するタイプのサポート特化の武器にとってはかなり扱いやすいギアになるかもしれません。まあ、こんなギアが追加されても面白いんじゃないかなと思います。新武器最強。スプラス3では発売前から新武器の登場が確定しています。その名もトライストリンガー、いわゆる弓ですね。こちらの武器注目されるためにもおそらく最強格になるんじゃないかなと思っています。というのもせっかくスプラ3で新武器が出るのに弱かったらどうすんねんって話ですよね。何の目玉にもなりません。まあ、だから登場段階で最強なのか後から最強になるのかどっちか分かりませんが、まあ、必ずそのどちらかになるだろうなと僕は予想しています。スプラ2で登場した武器もそうでしたね。マニューバもパラシェルターもキャンピングシェルターもスパイガジェットもエクスプロッシャーもボトルガイザーも、まあ、どの武器も基本的には一度は環境に入りましたね。まあ、ちょっとクラブラとソイチューバーは、まあ、なんか目玉っていう武器じゃないんでね、そもそも。まあ、あれは、まあ、仕方ないとして。まあ、このトライストリンガーに関しては、結構目玉みたいな感じで取り上げられてるんで、まあ、おそらく強くなるんじゃないかなと思います。チャージタイプの武器なんでね、発売当時から使ってみたいっていう方は、チャージキープのチャージャーで練習しておくといいかもしれません。スペシャルの追加。現状公開されてるスペシャルが、ウルトラショット、メガホンレーザー 5.1 チャンネル、カニタンク、グレートバリア、食ワンダー、この5つになるんですけど、まあ、明らかに少ないと。まあ、初期なんで仕方ないとは思うんですけど、スプラトゥーン2ではね、スペシャル11個、ボンピッチャーをそれぞれ分類するなら15個か16個あったはずなんで、まあ、スプラ3ではもう少しスペシャルが追加
に行かされるというのは予想ができますね。もしかしたら2とか1から引っ張ってくるのかもしれませんが、おそらくそれはないと思います。スプラ1から2に移行するときもスペシャルは全て一新されていたので、まあ今のところ情報を見る限りでは2から3も一新されるようになるんじゃないかなと思います。まあ、一部改変されてボムラッシュがボンピッチャーになってみたいなのはあると思いますが、まあ、まんまそのまま出てくる可能性は低いんじゃないかなと思います。まあ、情報をまとめてより僕の考察多めになっちゃったんですけど、皆さんの考察とかね、あればぜひコメント欄で書いてくれると嬉しいです。今回ヒーローモードについては全く触れなかったので、この動画が好評だったらヒーローモードの方にも触れていこうかなと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。さらば。